五円効果は、日本国政府が発行する貨幣であり、額面五円の効果である。五円玉とも呼ばれる。1948年から1949年にかけて製造発行された無アナの五円王道貨。う九1949年から1958年にかけて製造発行された有効、会所代の五円王道貨。そして1959年以降継続して、 製造発行されている有効、ごシック体のご円王道家の3種類が存在する。使用の際については、工術の歴史参照、3種類とも法定通貨として有効である。現在発行中の日本の効果の中で、アラビア数字での額面表記がなく、関数字のみで書かれた唯一の額面効果である。そのため、非漢字文化圏の訪日外国人旅行者にとって、 日本の漢字に素養がないと全く読めない効果になっている。造幣局は関数字を使わなければならない理由はない。しかし2017年6月の時点で関数字からアラビア数字へ変更する予定はないとコメントしている。図柄を変更すると取り扱う機器の回収など影響が大きいという事情もある。なお、過去を含めても額面金額が アラビア数字で表記された五円硬貨は一度も発行されたことがなく、いずれも関数字表記のみとなっている。1949年の改中以降に製造発行された五円硬貨の質量は 3.75g である。これは借鑑法のちょうど1問目である。1959年以降製造発行されている五円硬貨の衣装には産業に関するモチーフが用いられている。 硬貨の表面の稲穂、水、歯車はそれぞれ農業、水産業、工業を表している。また、裏面の双葉は林業、民主主義に向かって伸びていく日本を表している。この表裏は、造幣局での便宜的な故障で、明治時代の硬貨と異なり、法律上の表裏の規定はない。稲穂の粒は27粒、歯車の葉は16個、水を表す。 水平線は12本となっている。表面には五円、裏面には日本国と製造年がいずれもゴシック体の文字で記されている。原図制作者は加藤正美。原型制作者は小芝俊隆大阪造幣局工芸管理官。1948年から1949年まで。 および1949年から1958年まで製造を発行されていた五円硬貨は異象が異なるが、これらについては口述の歴史参照。1949年の開中後に製造された五円硬貨の中心に穴が開いているのは以下の理由による。日本国内では五円が五円に通じるとして縁起のいい硬貨として、 神社や寺院への再選として好まれる傾向にある。日本の市中の街角に置かれる一般的な自動販売機では5円硬貨や1円硬貨は使用できず使用可能な最小額面の効果は10円硬貨となっているが銀行の ATM、商店の自動釣り線機や現金対応のセルフレジ、ガソリンスタンドの給油機などでは5円硬貨や1円硬貨も使用可能である。 またコンビニなどに設置されているコピー機では、五円硬貨も使用可能なものが近年増えてきている。五円硬貨の蘇生は、銅60から70%、亜鉛30から40%となっており、他の合金硬貨と比較して、広範囲の蘇生が許容されている。これは、第二次世界大戦直後に発行された硬貨に、戦時中に使用した兵器のスクラップを材料に用いたことの名残である。 1946年5月に発行された50戦王道貨幣は、戦時中に日本軍が使用していた薬莢や団体などに使用されたスクラップの王道を再利用して作られた。スクラップであるがゆえに、素材も構成は、銅が60から70%、亜鉛は40から30%と幅が広かった。以降、この素材の素性が五円効果を含む日本の王道貨の伝統となった。 なお、五円硬貨は、金属板を円形に打ち抜いた後プレスして製造されるが、1963年以降、金属板を円形に打ち抜くところまでは民間企業に外注している。仕様の変遷は、下記の通り。素材、直径は3種類とも共通している。五円硬貨化1948年から1949年にかけて製造されたものは、 現在の五円硬貨とデザインが異なるものでギザフ、ムアナであった。発行日は1948年10月25日。表面中央には国会議事堂の中央道部分が描かれており、周囲を五円の文字と唐草模様が取り囲むデザインとなっている。裏面は中央に鳩と梅花があしらわれており、周囲に日本国と製造年の記載がある。 この硬貨は5円の法定通貨としては5円紙幣の後継として発行されたもので、現在法律上有効な日本の硬貨の中では最古のものである。しかし、物価の上昇が続いており、重量を減らす必要があったため、1949年に有効のものに変更された。この変更は当時発行中の1円をどうかとの識別を容易にするためという理由もある。 五円王道化1949年から1958年にかけて製造されたものは、現行の五円硬貨と基本デザインは同じだが、硬貨上に記された文字の書体が毛筆で書かれたような、会書体で、かつ、国が、旧字体の国になっており、俗に、筆語などと呼ばれている。発行日は1949年9月15日。流通は稀で、年々その数も減ってきている。 なお、1957年目のものは希少であり、しばしば高値で取引される。五円をおどうか1959年から発行されているものは、効貨上に記された文字の書体が、ゴシック体の新字体表記に改められた。発行日は1959年9月1日。この変更により他の額面の効貨も含め、新たに発行されるすべての効貨が新字体の表記に、 統一されたことになる。文字を除いた図柄については、1949年から1958年までに発行された五円硬貨とほぼ同じである。五円王道化が発行されていた1957年以来、毎年製造されているが、電子マネーの普及による需要源のため、2010年名はミントセット用の51万枚製造に止まり、以降2013年まで4年連続で、 一般流通用には製造されなかった。なお、2010年は50円効果2011年から2013年までは1円効果50円効果も5円効果同様、ミントセット分のみの製造となっている。2014年は、消費税が8%に増税されたのを受けて、一般流通用の5円効果の製造が再開され、その年は8753万8000枚。 2015年は1億500万4000枚と平成20年代以降では多めの枚数が製造されたが2016年以降の年間製造枚数は1000万から3000万枚台で推移している。平成から令和への元号の変わり目の年となった2019年の五円硬貨の製造枚数については平成31年名が1694万6000枚。 令和元年名が2057万4000枚と、令和元年名の方が、やや多くなった。2021年2月25日には、予算委員会分科会で、泉健太立憲民主党政調会長が、1円効果と5円効果の廃止を、麻生太郎財務大臣に提案した。下記の貨幣はすでに廃止済みであり、現在はいずれも、法定通貨としての効力を許さない。日に 金90%、銅10%、両目8.3333グラム、周囲にギザあり。表面にはリューズ、裏面には菊門、霧門、日照、菊絵と霧絵、二色のお肌、八両鏡があしらわれている。進化条例により本位金貨として発行された。1871年発行開始の大型のものと、1872年発行開始の 小型のものがある。1897年以降は、貨幣法により、額面の2倍である10円に通用した。通貨の単位及び、貨幣の発行等に関する法律施行、貨幣法の廃止に伴い1988年3月末で廃止された。品位、金90%、銅ント直径九ミリメートル両目六1 6グラム。 周囲に、ギザあり表面には、キクモン、キクエと、キリエ。裏面には、キリモン、日照、八両鏡があしらわれている。貨幣法により、本位金貨として1897年に発行された。1930年製造終了。通貨の単位及び、貨幣の発行等に関する法律施行。貨幣法の廃止に伴い1988年3月末で、 廃止された。独立行政法人造兵局貨幣に関するデータ年名別貨幣製造枚数より穴の開いた五円効果を一定のデザインにして紐で閉じ固定した創作を行う手芸を五円玉手芸といい、キーホルダーなどの小物や飾り物などを作るコイン手芸の一種として知られている。平成22年名のミントセット。 プルーフ貨幣セット、行事用貨幣セット、その他の貨幣セットの合計は509,700枚。ABC 金字金としての価値や、個性的価値が、額面金額を大きく上回っており、実質的にはそれ以前から市中では流通していなかった。形式的に通用停止後半年間は、現行通貨との引き換えが行われたものの、引き換え実績は0枚であった。 昭和23年9月21日政令第296号昭和24年8月1日政令第290号昭和34年6月1日政令第209号ありがとうございます。